学通の自信があるような入道の言葉を源氏は面白く思って、今度は13弦を入道に与えて弾かせた。実際入道は玄人らしく弾く。現代では聞けないような手も出てきた。弾く指の運びに空風が多く混じっているのである。左手で押さえて出す音などはことに深く出される。ここは伊勢の海ではないが、清き渚に貝や拾わんという西原を美音のものに歌わせて、源氏自身も時々拍子を取り声を添えることがあると、入道は琴を弾きながらそれを褒めていた。珍しい風に作られた菓子も席上に出て、人々には酒も勧められるのであったから、誰の旅愁も今夜は紛れてしまいそうであった。夜が更けて浜の風が涼しくなった。落ちようとする月が明るくなって、また静かな時に入道は過去から現在までの身の上の話をしだした。明石へ来た頃に苦労のあったこと、出家を遂げた経路などを語る。娘のことも問わず語りにする。源氏はおかしくもあるが、さすがに身にしむ節もあるのであった。